あとはシティがリバプールに負ける絵見えないですけど、どう思いますか僕はカンセロとか、左サイドバックっていうか、ウォーカーいないから、うん、なんかこう守備のところで両サイド危なかったりするんじゃないかなと思ってますけどね。絶対いけるって、シティの方がだいぶ有利だけど、リバプールがそれこそね、なんか割り切った戦い方したら、変に繋いだりとか、ショートカウンター食らうようなやり方じゃなくて、うん、あとはアーナウンド使うかどうかっすね。そう、だから。 いこういう風に、ね、なんかどっちかが調子悪いどっちかが調子いで当たるビッグマッチって、まあ、ディフェンスラインがボロボロだとあれなんだけどそう他の部分では普通に拮抗したりとかワンクラセっていうかそう変わったりするからいや本当はあの人次第ですね。